遠いな。広い。トコナメ。トコナメ。あ、声が小さいかも。さすがに今の時期に来る人少ないんだろう。そうなのかな。それともこっち止めづらいのかな。密です。密を避けて昼食を取りましょう。密です。変態パーク。よき。水があるよ、取ってきて。いや、濡れるやんけ、足が。さりげにパワハラすんのやめて。みじゅう。前が行けよ。エヴァみたい。エヴァ。うん。取りたいな。取ればいいじゃん。取れると思うわね。取ってきて。無理だよね、ちょっと遠いよね。腕立て伏せの要領で。腕に力がないから倒れると思う。行けよ。ずっと構えてんだよ。タイミングがあるの、タイミングが。波がでかいって取れんでしょ。取れん。取れんのかよ。ちょっとぐらい濡れてもええがや、行ってこい。波がでかいよ。取れないから。あ、取れた。取れたてほやほやのわかめ。ぜひ食べてみたらどうでしょうか。嫌だよ。頭につける。言わんな。でかいのもそこにあるよ。俺カメラとか持ってるからな。なんか冗談で突っ込んでなんかなってもやだ。待って、青いのもう次行ったから。これ味噌汁に入れたら美味しいかも。いやだね、なんか自分たちで拾ってきたワカメ入れるの。映え。収穫。これ乾燥させたらいいかな。これ。パリパリになってるみたいな。パリパリにしてこそ乾燥だ。
り柔らかくなるかな。なるよ。さよなら。帰ってきた。行きたくないって。行く？そろそろ。この子お好み結局それしか買ってなくない？いいじゃん。なんか買ったっけ？靴買った靴だけ。あ、そうじゃん一緒のやつだね。これ一緒だね。多分ハムちゃんこれ好きだね。ね、曲がってるやつ好きだもん。いっぱいあるんだね、こういう、ね、あれとかいいかもしれないなんか入れるかな。ああいうふうにさ、ボックスにしてさ、いっぱい置いたらめっちゃいいんじゃない。ああやって積み立てたらダメかな。ずさーって来た時に壊さん壊すかな。良さげ。逆光。人がいない。素敵じゃない？駅前に人がいない。あのさ、眩しくて何も見えん。便利。